マッテオ・ブリーギは、イタリア・エミリア・ロマーニャ州リミニ出身の元同国代表サッカー選手。エンポリー FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。弟はかつてユベントス FC に所属していたマルコ・ブリーギ。1997年、地元のセリエ C1 のクラブ、リミニカルチョ FC でキャリアをスタート。1999から00シーズンの34試合6得点の活躍から、 ユベントス FC へ引き抜かれ、2000年9月30日の SSC ナポリ戦でセリエデビュー。しかし、選手層は厚く定位置獲得までは至らず、翌年にボローニャ FC へレンタル移籍をするとここで開花し、クラブのリーグ7位という成績に貢献した。この年のセリエ最優秀若手選手賞を受賞し、イタリア代表にも選ばれるなど、躍進の1年となった。 この活躍が評価され、ユベントスに戻るが、マルコディバイオとのトレードで AC パルマへ共同保有選手として移籍。ここでもレギュラーポジションは取れず、翌年ブレシアカルチョにレンタル移籍した。2004年に保有権はユベントスに買い取られるものの、エメルソンとの取引の一部として AS ローマに移籍。2004から05シーズンから AC キエーボベローナに レンタル選手として加入すると、徐々に輝きを取り戻した。キエボで3年間プレーした後、2007年により、ローマに復帰した。2008から09シーズンは、主力選手の怪我などにより、出場機会が増加。驚異的な運動量と攻守において、非常に高いパフォーマンスを見せ、ローマの新フォーメーションであった4から3から1から2の、左インサイドハーフに定着した。 クラブでの活躍や代表メンバーでチームメイトである、シモーネ・ペッロッタやアルベルト・アクイラーニ・ラの負傷により、2009年3月22日に代表に再び招集されると、3月28日のモンテネグロ戦で6年半ぶりとなる出場を果たした。2011年8月31日、セリエ A に復帰を果たしたアタランタ BC へ。 レンタル移籍したが11試合の出場に止まった。2012年8月11日、同じくセリエ A 復帰を果たしたトリノ FC にレンタル移籍。翌年7月には完全移籍を果たす。2014から15シーズンは US サスオーロカルチョでプレー。2015年7月20日、セリエ A に昇格したボローニャ FC に復帰した。二千十六年七月十五日、 二年契約で、セリエ B のペルージャカルチョへ完全一席。2018年1月24日、ローマ時代にアシスタントコーチとして、指導を受けたアウレリオ・アンドレアッツを率リヒキール・エンポリ、FC とシーズン終了までの契約を締結した。2002年8月21日、トリエステで行われた、スロベニア戦で、イタリア代表デビューを飾った。高い戦術眼とテクニックを装備し、 若手時代に将来を職望されていたミッドフィールダーだったが伸び悩み、その高いポテンシャルを発揮できずにいた。その後、守備のケアとエディア内への飛び込みなどの攻撃的な仕事を同時にこなす運動量豊富なバランサーとして才能を開花させている。ありがとうございます。